も人前でさえ、今回はですね、なんか、ボスバトルが今来たじゃないですか。バレット復刻は来てないんだね。バレット復刻は来てないんだけど、バレットのボスバトルが来て、まあ、スタンピードルフィーがね、今配布されてると思うんですけど、僕もね、結構オバブ頑張って進めてるんですけど、まあ、若干足りないみたいな感じで。だからね、今月、もしかしたらスタンピードガチャが復刻するのか、しないのか、はたまたスタンピードのキャラがもう、新登場するのか。まあ、例えばね、バレットとか、正直ね、能力使ってないんで、使って欲しさはあるよね、新キャラで。で、さ、なんかバレットといえばなんかスピードのイメージ俺結構あったからさ、まあ、やっぱりその、能力とかも使って、ちょっとこれだけじゃなんか足りないじゃん？だからちょっとね、あの、バレット、新キャラ出てほしいなと、今月ワンチャンあるんだよね。なんでかっていうと、このボスバトルは多分これで終わりだと思うんだけど、このね、イベントで、メダル獲得イベント第1弾って書いてあるんだよね。だから1弾で、で、さらにこのメダルが、21日までなんだよね。21日までに、これが第1弾ってことは、22日か。22日までで、これが第1弾ってことは、第2弾に、まあ、22日ぐらいに、来るってことなんだよね。スタンピードメダルイベント第2弾が。つまりね、新キャラ来てもおかしくないんじゃない？また今月のフェス限、新バレットとか、他にもね、いろいろスタンピードキャラ出てたからかね、ルッチとか、出るかもしんないんじゃないということで、今回やっていきたいと思います、レッツさん。はい、ということで、1戦目よろしくと、やらかしました。スタンピードルフィ、メダル変え忘れて、しかも今 SS の800位ぐらい。お疲れ様を言われても、しょうがないと言いたいところだが、さあこれはいきなり、はい、気絶を入れらんないけど回避は誘わせた。はいはい、これね、ここのランク帯で強かったらさ、もう最強だよね。さあこれはぶち当てて、よろけ向こうついてない、よろけ向こうついてないんだ、このスキル、よろけ向こうついてない、しかし俺はこの中入っている。はいはいはい、いいプレッシャーだよ。そう思ってんのは俺だけかもしんないけど、これジャスト回避して、はい、一発に 200?200? ちょ待って、200?200 しか食らってない一発ここ。いやー、くっそー、くっそー、やらかしたー。待って、裏取られてるかな。いや、裏大丈夫だと信じて、さあ、ここからは、一応スタンピードに出演していたコビーさんですね。はい、ちょっと出演させていただいてたんですけど、まあ、僕みたいな言い方してますけどね。さあ、ここワンチャン取れるね。さあ、ここ取れる。はいはい、コビーいいよ。って、待って、メダル変え忘れたのめっちゃショック。ちょっと待って、カイドウが裏行ってる、一発二発。はい、ここは、はい、まだ使う人ない。いや、裏からの突か。いや、オッケーオッケー、これ大丈夫、一発当てて、これじゃ、いやー、そこまでは使うか、使うしかないな。これは使って、はいはい、一発二発、オッケー。さあ、ナイス。いや、コビー強いな。 SS の普通にこのランク帯でも意外といけるな。さあ、これは食わせないよ、そっ、オッケー、ダウンさせて、でかい、いいね、ブルック、ブルックめちゃめちゃええやん、めちゃめちゃいいやん。これちょっと関わんないようにカウンター、あっぶね、ここ関わんないように裏取りしていく。待って、コビー強くね、コビーめちゃめちゃ強いんだけど。さあ、ここ取れる、はい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 、でソルで機動力神、え、まずコビーめっちゃ強いじゃん、ちょ、新コビー欲しいな。さあ、ここオッケー取れる。さあ、ここカイドウさん来て、オッケーオッケーオッケー、カイドウ回復いるかな、いや、いらないな、この感じいらないから、ナイス KO。 いや、どうしようか、ちょっと迷うな、これは。立ち回りちょっとだいぶ迷うな。これカウンターが、オッケーオッケー。さあ、これはそこまでだ、使っちゃって、いや、裏取られるけど、ただブルックがあっち行ってくれてんだよね。いや、これちょっととりあえず旗取っていくしかない。ちょっと待って、結構ちょっとどうしようかな。いや、オッケーオッケー、いや、これどうしようか、ちょっとまずいね、一発二発、いや、届かないよなこれ、まずい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 。オッケーオッケーオッケー、それなら受ける、それなら受ける、トツカじゃなければ受けれるから。さあ、ここは、はいはい、ジャスト回避出せる、うわー、静止強い、ちょ、これ出せない、出せる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 、いける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 、これトツカだけね、ソル、オッケーオッケーオッケー、ある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 、なんて、逃げれない、逃げれない、しかも負けてる、普通にごめん。さっきのはメダルつけ忘れただけだよね。
スタンピードルフィーいける。じゃあワイパーがやっぱ結構いけたから、俺はスタンピードルフィーにもね可能性ってかコビー強くね。ちょっとね違うキャラも使ってみたかったんだけど、ちょっと今日コビーとかあのコビーが結構絶好調だったからちょっと使っていきたいね。さあこれはこれね気絶入れられるんだよ。あ裏行った。え逆にラッキー、これ気絶やばい、これまずい、ここいけ気絶入れろ。あれ当たってない、あれ当たってなかった。あーオッケーオッケー、ちょっと距離把握したわ、距離把握したから任せて。さあここはさあこれちょっと結構ダメージ食らってるから、俺がそこまで出して回復させてあげて、あと任せる。そうだね、その立ち回りが一番いいと思う。はい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 。さあここからは取れる、これは邪魔していきたい。俺がそこまでであると見せかけて、この人たちはそこまでだ、あごめん、そこまであるかどうかもわかんないからね。さあこれでかいよ、はいジャスト回避しちゃって、さあこれ裏行くと見せかけて裏行くんです。はいタイミング完璧。待って今日コビーめっちゃ調子いい、俺のコビーめちゃめちゃ調子いい、なんでだろうね、こういう時あるよね。でもはいでかい、さあでかすぎるからこの取り際ごめん。いやでもこれねキープしたらもう一回ブーストきますよ。あでもちょっと裏やられてるか、オッケーオッケー、これはそこまでだ、初手打ちで回復。はいはい、行くと見せかけて行かない、時間稼ぎが結局モットーですから、はいこれはソルで肉を確保。さあここからは時間稼ぎの中の時間稼ぎ、はいはい、これはそこまでだ、いけるんですね。ナイスキープ力じゃない、ナイスキープ、杯相手にこのキープ力はえぐいですよ。さあここはいて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 いた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 んだ、これはルフィを起用したい、せめてルフィは、うわごめん、せめてルフィ行きたかったな、下手くそ。いやまあ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 、まあ、頑張ってる頑張ってる。さあここちょっとキープしたいね、ここちょっとキープしたいよ、スタンピードルフィ君。大丈夫だよな、俺お前を信じるぞ、相手杯で状態異常向こうばっかだけど俺はお前を信じてる、俺は信じない。おきてか、いやおら気絶入れろ、おらぶちゃぶ絶対無理、スタンピード、いやいけるいけるいける、めめ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 め、コビーだね、時代はコビーですね。いやコビー新キャラワンちゃん、でもそこまでだコビーないもんな、これちょっとねこっちに気引かないとさすがにまずいけど、これジャスト回避、いやごめんジャスト回避じゃなくてそこまで出してあげればよかった、しくったーマジで。オッケーオッケー、でかいでかいでかい、取れる取れる取れる、ある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 コビーちょっとでかいよ。さあ一発2発、さあでかいね、コビーマジで強いな、コビー強っ、コビー強い、そしてそこまでだでフィニッシュ、コビーめっちゃ強い。はいということで3戦目はルッチということで、いやちょっとルッチ久々に使ってみたかったんだけど、やっぱでも使いづらいよねルッチって。さあオッケーオッケー、さあここからでもスタンピードってさやっぱいろいろ見たらちょっとね出てるキャラいっぱいになるなって、なんか復刻だけじゃ正直物足りないぐらいいろいろ言ってもいいと思うんだよなって最近思います。はい思うだけです。さあここ多分ルフィが下がってきそうな気もしなくないんだよな。さあここはねシールド貼ったらこのスキル1ぶっ放したいんだけど、さあこれ着地狩りも警戒させて、はいよろけ向こう、いや一発の違い4000、はいでかい、これジャスト回避したらこれでもうオッケーオッケー、ナイスフットはシールド貫通、これ裏行っちゃおうかな、裏行ってちょっと注意を引きたいぐらいではある正直で、ここの段差で格闘しよう、はいオッケー、はいはい、さあこれはなんかスキル、うわ打ってこないか、いやうまいな、頭いいけど、じゃあこっち取っちゃいますよとアピールしてこどんどん戦闘してそうだよね、イライラするよね、イライラしちゃうよねと、はい、うまシンプルうまシンプルうま、さあオッケーオッケー、じゃあここちょっと注意引こうか、注意引いてオッケー、さすがに、はい、いやーこれパワーモードになっちゃうか、パワーモードって言ってるやつ初めて見たわ、はいはいはい、オッケーナイスダウン、ちょっと待ってここきついわ、はいオッケー、ロコーガンぶち当てる、いやーこれ一旦肉食いに行くか、一旦守ろう、相手ブーストくるから、ちょっと待ってね、なになになに、危ない危ない危ない、なんか食らってるけど、なんか俺になんかダウン食らってから、まあまあまあ、よき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 、はいこれはシールド貫通、オッケーナイス貫通、ナイス貫通、ごめん、あごめん、離しちゃった、離しちゃったけど、なんかあー何食らってんだよバカ、オッケーオッケー、誰か取ってくれてるから、まあ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 、
悪くない悪くない、うん、よくもないけどね。いやでもあのドフィー最初落としたのでかいんじゃない、あのシールドね貼られてたからね。やっぱそれがこの強さだよね。さあここはこれガン攻めっていうかここ蓋しちゃった方がいいんじゃないか。ここ蓋しちゃおうかな。レイリーだよな。はいはい、オッケー、ナイスカウンター。はい、でかい。さあここは、いや逃がされた、一体落とされた。いやオッケーオッケー、リャマト、あ、モーカ入ってるか、これやられんじゃない。あー、いやモーカ強すぎだろ、モーカマジで強すぎだろ。いやここどうしようかな。ま、守るだけだね、あとは正直守る、守る重視でいこうか。で一人誰、めっちゃ無双してない、ペロス、あペロス杯か。さあここじゃあペロスは前線上げるみたいな形かな。さあバカ肉食った、でかい。はい、さあ回避ないからねこの人。さあ裏一人任せていいよな、大丈夫だよな。さあここは大丈夫だね、うん、裏は大丈夫だよねさすがに。オッケーオッケー。さあここは入って、違うんかい、ありがとうございました。